岡山県小原家、こちらも高尾神社なんですが、これはあの尾っぽの方になってますね。まあ、難しい方の字はね、ちょっと書けないですよね。書けないし読めないと。でここもですね、まあ、おかみ像というか、まあ、狛犬さんがまず大きいのがあって、その向こう側にですね、ちょっと変わった形の、まあ、これをオオカミとはちょっとね言えないと思うんですけど、まあ、これがその多分これの前のタイプのこういうタイプなんで、まあ、これを見るとですね、まあ、製造工程からか、まあ、お犬さんにも狐さんにも見えると、まあ、ちょっと狐には見えないですけど、お犬さんに見えると。だから同じなんですよね。こっちのあの豪華というか、一般的に神社の狛犬って、これがだからはじめ狛犬っていうタイプだと思うんですよね。これを日本狼像と呼んでしまうと、全国に相当あるっていう感じになりますし、今まで巡ってきていくつか見てるのとだいぶ違うなっていうのがあります。これは足がないっていうだけで、基本形は一緒ですね。高尾神社、まあ、この地域はね、かなり同じ神社がたくさんあって、ポカラとかありますけどね、ちょっと今雪になってしまってますけど、ですから、まあ、4体あるというか、旧体と新体という感じになると思います。一応参考までに高尾神社系狛犬を撮っています。神社としては小さいですね。はい、高尾神社でした。